皆さんこんにちは。マツコネの音声認識がなかなかお役立ちなので紹介したいと思います。コマンドを言ってください。前へ。こんな風に音声でマツコネを操作することができます。コマンドを言ってください。ステアリング上のトークボタンを押し、ピッと音がしたらあらかじめ定められた音声認識コマンドを言います。センターコンソール上のコマンダーも使えますが、画面を見ながら触らないといけないのでひと手間多いです。タッチパネルでも操作できますが、ナビなどでは一旦停車する必要があるので音声認識の方が便利です。ただし使える言葉はあらかじめ定められたコマンドだけです。フリーハンドで電話をかけたり、 SMS を読み上げたり、音楽やラジオを聞いたりすることができます。どんな音声認識コマンドがあるかはチュートリアルというと確認できます。コマンドを言ってください。チュートリアル。チュートリアル、選択したい行の番号を言ってください。3。電話機能のチュートリアル。携帯電話で頻繁に使われる数多くの機能を使用することができます。電話、ダイヤル、リダイヤル、コールバックなどのコマンドというふうにいろいろ詳しく説明をしてくれるので、コマンドを忘れてもまあまあ大丈夫かなと思います。エンターテインメントに関しても、使用可能なコマンドはエンターテインメント、ルートメニュー、このようにいろいろあります。取説にもジャンルごとにたっぷり載っています。ナビに関してはいくら音声認識できてもマツコネ単体ではどうもいまいちです。なぜかというと地図の更新も新車から3年過ぎたら有料だし、ダウンロードや SD カードへの転送もめんどくさいし、検索もあまり精度が良くないからです。でもその欠点をカバーするスマホアプリと接続して超絶便利になりました。検索方法がたくさんあって、 Google マップとも共有できて、車に乗る前に検索送信予約ができて、手元で手軽に操作ができます。前もって Bluetooth で接続しておく必要はあります。これでマツコネに案内してもらいます。